堀口よのれ9月15日から1959年1月17日は日本の気象学者、岐阜県出身。建築家の堀口素敵は実定。1885年9月15日、岐阜県むしろダグ城保村に生まれる。1911年7月、東京帝国大学理科大学実験物理学科を卒業し、同年に三重県の速攻書技師となって、 津軽速攻署の所長を務めるが、一年後に兵庫県議士となって神戸速攻署長に変わる。1919年に理学博士になるとともに中央気象大議士兼任となり、岡田武松と海洋気象大創設に力を尽くした。翌年には海洋気象大兼任となる。梅雨や台風について研究する台風論の権威者でもあり、1924年に 沖縄周辺で複雑な震度を取った沖縄台風について詳細な研究、解析を行った後、極東台風論にまとめた。この業績により、1929年に帝国学士院昭和史賞を受賞。1939年、岡田武松の後を継いで神戸海洋気象台団長となる。 第二次世界大戦中は、湘南軍政寒物けの気象局長として、南方軍政地の気象を担当した。1947年に退官。著書に、台風がある。1959年1月17日、岐阜県本杉郡とぬ村の自宅にて死去。AB、堀口祐希。2019年3月25日閲覧。ABCD 日本大百科全書。 堀口優のれとは、コトバンク。2020年3月25日閲覧。ABCDEF20 世紀日本人名三百367日、誕生日大時典。堀口優のれとは、コトバンク。2020年3月25日閲覧。ABCD、堀口先生を偲ぶ。日本気象学会。2020年3月20日閲覧。 1> 第1報は、沖縄台風の研究海と、空5巻2号1925年2月、天体、気象、災害。www.pad.hi-ho.ne.jp。古書自然林。2020年3月25日閲覧。ありがとうございます。